泊まるホテルはこちら。なかなかでしょ、高いでしょ。何階まであるのかわかんないけど、アートホテルです。今日はこちらにビジネスホテルなんですけど、朝食のバイキングが豪華なので、まあそれを楽しみに今日はこちらに泊まってみたいと思います。アートホテルです。ほら、こちらはね、結婚式もできたり、レストラン、こう中華料理とか入ってます。はい、こちらに今から行きたいと思います。うわ、なんかすごいよ、広い。あ、これで上上がっていくんだね。ほら、レストラン。あれ？違うな。あ、この後ろにあるんだね。で、あちらも入り口。で、こちらがフロント。あ、2階がレストランなんだね。お、開いてる、開いてる、開いてる。天井キラキラしてる、キラキラしてる。7階でございます、はい、こういう感じですね。こちらになります。はい、まずチェック、はい、まあ定番ですね。スリッパ、そして鏡、ね、ハンガー。おお、これは荷物置きで、テーブル、あ、なんかこうコップとかテレビ。ちゃんとソファーもありますよ。まあまあだね。うん。まあまあの広さですね。いい感じ。ね。いいんじゃない？ね。これで朝食がついて、1人6000ぐらいだったかな。ただここは大浴場がないんだけど、そしてこれ、あれ消えちゃった。ここはじゃーん、ユニットですね。ん？なんだあの巾着は。アメニティかな。まあ。普通だね、ここはね。普通のお風呂。こんな感じだね。まあでも6000円にしては広いし、いい感じじゃない？ねえ。朝食が楽しみです。朝食です。バイキングなので、ちょっと私好みのものを選んできてしまったんですが、まずこれです。岩手県民皆さん食べる福田パン、あんことバターなのかな。そしてビーフシチュー、そして牛すじなんたら、それでこれがひっつみ汁、食べたことがないのでちょっと楽しみです。そしてこちら生姜餅、お餅なんだね。で、まあこの辺はバイキングなので
そしてこれ、ただのご飯だと思うでしょう。これ銀河のしずく、私は銀河のしずくというお米を持ってきたんですけど、もう一つ種類がありました。食べ比べができるみたいですね。そしてまあヨーグルトにプリンにデザート、まあ数もかなりありました。パスタとか、まあ、飲むヨーグルトとか他にもまだまだあるんですが、私はあまり食べれないのでこの辺にしときました。そして見てください、これ窓の外からは最上階なので眺めながら朝食をできます。いい感じでしょう。アートホテルおすすめです。これはどこに行くの？